残念なことだが、この世ではお主と歌を読み交わすいとまもない。曹操様の歌はいつも拝見しています。その戦、言葉、すべてが歌そのものですから。ならばいずれ聞かせてもらうとするか。わしが知らずに読んだ歌をな。